future is now。よ動画をご視聴いただきありがとうございます。キムヤです。初顔出し、前髪急に解散しました。はい、ということでね、顔を出して動画を撮るのは初めてになります。大丈夫でしょうか。リスナーさんの夢というか理想をぶち壊しにかかるぶち壊しかねない動画になってるんですけども、よかったらね、これを機に実写ブヤちゃんの方も受け入れていただけたら。めっちゃなんかめっちゃ自信ない感じ。いやマジで実写緊張する。大丈夫かな、まあ、今回からね、せっかくなのでちょっと実写の方にもねちょっと挑戦していきたいなと思って動画の方撮ってるんですけど、今ちょっと一番気になってるのがこれ、カメラ目線おかしくない？どこ見て撮るのが正解なん？こっち？ここ？撮れてるのかな？分からへん、分かんねえや。しかもさ、後ろのさ吸音材をさ、白い紙に白いガムテープで貼ってるの分かるよね。どうしまいか。いいよね、初実写だもん。もう右も左も分かんない状態で大丈夫だよね。今日はね、せっかくなので、まあ、これを機に、実写の方をやっていきたいなと思うんですけども、せっかくなのでね、機材だったりとか、レビューさせていただくときにこうやってね、実写ブヤちゃんの方でやっていけたらなと思って、今回めちゃくちゃ勇気振り絞ったので、高評価押して。とりあえず応援コメントと高評価ください。マジで、3年ぐらい悩んだからね、実写やるかどうか。ロジクール G さんからいろんなゲーミングセットをいただきました。今日はね、順番にそれを紹介していけたらなと思っています。もしよければね、これを機になんか気になっているセットが1個でもあれば、概要欄の方をチェックしてみてください。で、今回、いただいたものが、マウスとヘッドセットとキーボードになります。今回の機材に関してなんだけど、ロジクール G さんが実際にプロ選手の人たちと共同開発をしていて、プロが勝つために必要と認めた機能が搭載されているものになります。プロがね、開発に関わってるってだけで結構信用度が高めなものになるんじゃないかなと思います。で、気になった人はぜひ概要欄からご確認ください。マスクめっちゃ下がる。で、今回おすすめな、購入にあたっておすすめな方は、画面にちょっとテロップの方で出すんですけど、こういう方になります。今回の、マウスとかゲーミングギア関連に関してはおすすめなものとなっております。マスクめっちゃ落ちてくる。マウスからご紹介していきたいなと思います。ででん、スーパーライト。今回、色の方を、白とピンクの2種類頂戴しました。ありがとうございます。重さが 63g 未満っていうめちゃめちゃ軽くて、かつ、高度な低遅延のライトスピードワイヤレスによって、機敏な操作が可能となっているマウスになっています。より早くアクションをすることができ、FPS ゲームに適したマウスになっています。ロジクール史上最軽量、最速のマウスとなっています。って書いてあった。ホームページに。すごない？じゃあ実際に開けて、中身の方を確認していきたいなと思います。ごめん、ロジクールじいさんごめんな、がめっちゃ汚い開け方したらごめんね。ほい！おー！中身こんな感じで、この形状にもこだわりがあって、どんな握り方にも、フィットする形になっているから、思い通りに、自由に握ったり操作することが可能となっています。色も白、黒、赤、ピンクの4種類があって、男女問わずかっこいいものから可愛いものまで揃えることができそうです。はい、じゃあ次キーボードをご紹介していきたいなって思います。キーボード G913TKLっていうキーボード、ゲーミングキーボードをいただきました。テンキーレス、ライトスピードワイヤレス、RGB、メカニカルゲーミングキーボードって箱に書いてある。読んだ。こちらなんですけど、ワイヤレスなのでデスク周りがね、ごちゃごちゃしにくく、しかも、遅延自体が、マウスと一緒でね、遅延自体が、少ないゲーマー大歓喜の仕様になっています。ロープロファイルキーキャップなので、タイピング自体が速くなっています。ロープロファイルキーって何だろうと思って調べてきたんだけどさ、知ってる？めっちゃマウント取り始めた。知ってる？ロープロファイルキー。私調べたんだけどさ、なんか、ボタンを押す時の、そのキー自体の背の高さのことをロープロファイルっていうらしいのね。で、これ自体が普通の、キーボードの背の高さより低い設計になっているので、
押した時の、あの底打ちまでの深さが浅いから早く反応して、で、戻す時もね、背が低い分早く戻せるので、キー自体から戻る動作も早くなる、まあ、FPS ってさ、ほんまに1秒とか 0. 何秒とかの世界だ、あのが大事になってくる世界なので、まあ、こういう細かいところまでこだわった設計になっています。見た目もアルミボディで質感が高いので置いてあるだけで様になります。マウスと合わせて色合いを見てみてもいいかもしれません。光り方も上品なのでね、光を楽しみたい方にも自分に合った設定が可能となっています。どんどん行くぜ。ちょっと顔面慣れてきたわ。なんか自分の顔面見るのに慣れてきた。私普段カメラとかマジで逃げるタイプだからね、自分の顔面長時間見ないにちょっと慣れてきたわ。なんか外出なさそうヘッドセットになります。プロと設計したゲーミングに適した音質を極めたモデルになっています。ゲームに勝つために調整されたサウンドで敵の位置や武器もしっかりと聞き取ることができます。またマイクもね、すごいこだわっていて、ブルーボイス搭載でプロが求めるクオリティボイスチャットを実現しているとのことです。はい、ヘッドセットのマイクを実際に使ってみるとこんな感じの音声になっています。まあ、ヘッドセットのマイクって私地味に初めて使うんだけど、どんな感じなんだろう。まあ、でもね、音声聞いてみた感じ、何を喋ってるかっていうのはすごいクリアに聞こえるかなって思うので、ゲームをする際にね、パーティーを組んで、オンラインで、コミュニケーション取りながらやるっていう意味では問題なく音声の方伝わるんじゃないかなと思います。はい、というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。初めての実写いかがだったでしょうか。相変わらず目線の場所がわからない。こっちかな、わかんないけど、ちょっとね、慣れない実写だったんで、いろいろ不慣れなところが多くて分かりにくかったかもしれないんですけど、物はとてもね、本当におすすめのものなので、ぜひ気になった方は概要欄からチェックしてみてください。でね、今日初めてブヤちゃんの動画、この動画初めてだよって方はね、めちゃくちゃ運が良かったです。このチャンネル実は6年前からあるんですけども、初めて実写今日ですあのね、これもぜひご縁なので、よければチャンネル登録お願いします。今日の動画見てくださった方、ぜひブヤちゃん頑張ったね、勇気出したねって言って温かいコメントをいただけると嬉しいなと思います。ぜひ動画の高評価もよろしくお願いします。まあ、こんな感じでね、今後もギア系だったりとか、なんかレビューの方していけたりとか、それ以外にもね、実写の方もやっていきたいなと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。はい、というわけでここまでご視聴ありがとうございました。なんて言われ、お疲れ終われ終われ